僕バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。どうも、バキ童のグンピです。シュシュプチのミュージックビデオを作ろう。やりました。シュシュプチのミュージックビデオが作られてしまいます。いやいやいや、やめてよ。逃げ場がない。二人同時にこっち向いてやめてって。ブチってる。シュシュプチしてる。いやいや、困ってたでしょ。違う違う、待ってないよ。だってあれがその楽曲になってないじゃない、別に。え？別にね、配信もしてるわけでもないよな。でも音楽ではあるわけじゃないですか。まあまあリズムはあったよ。音を楽しむわけだね。そうそう、音を楽しむ。今やセットだからね、音楽と、MV っていうのはもう、まあまあそうね、セットで YouTube でそれバズってっていう、うん、そうね、まあグリーンバンバンバンとかもそうよ。そうそうそう、ブリンバマンもそうよって思って。そこはブチンブチンブチンの話してるんだよ。何本抜くんだよ。ブチン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 だろ。シュシュブチンのプロモーションビデオ、ミュージックビデオを作ろうじゃないかというのね、はい、前々からもちろんあったんですけども、確かに町田の存在が必要だなと、はい、気づけば町田出るようになってたんで。はいはいはい。シュシュブチンは何か、うん、まず落ち研で流行っていた、うん、アイアマヒーローって漫画のゾンビ、はい、うん、ゾンビというのは生前の行動を繰り返してしまう。例えば郵便配達員のゾンビは手を入れてポストからこう、うん、配達をするみたいなのを気をつけてね、繰り返してるみたいな感じで、ユーラってやつがオナニーをするゾンビになっちゃったんだよね。でもゾンビだからシュ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 ブチンチンポちびっちゃう、はい、うん、でお前チンポ持ってんぞって言わない。はい、ね、人間が言ってくる、はいはいはい、これシュシュブチと、はい、え、あるあった。え？八巻。嘘。ああ。なんでアイアマヒーローの八巻だけあるんだよ。そうそうそう、ここね、そうそう。よう。しょしょしょ。びっくりした？しょしょ。話中に遅刻ね、見てろ。ピタ。ん？しょ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 。バチン。うん。フロー。フシってやつ。面白い。面白すぎる。本当はチンポ落ちてるぜ。持ってるんじゃないか。だから変わっちゃったからしょうがない。これ通り離れたから。そう、離れちゃった。まあいろいろあるんですけど、はい、まず音楽になったんです、このシュシュバチが。最初僕らは、シュ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 、バチーンってみんなで、はい、お茶も持ってんぞ。はいはいはい、ぐらいだったんですけど、だんだんリズムを持って、うん、シュッシュブチンのリズムで始まるブチンのこチンポコワンツースリーシュッシュシュッシュシュッシュブチーン、お前チンポコ持ってんぞっていうゲームになってる。はいはい、そう。ゲーム性はないんだけどね。あるだろ。なんかブチンってしたくなった人がブチンってして、そう、それをみんなで言うっていう、うん、ゲームがどんどんリズム音楽になっていったのが、まあ、うん、その機大 の、うん、あの名曲か町田、うん、そうですね、グループイノのリズムを受け継いで。好きなだけでしょ、グループイノが。そうだね、好きなだけ。どんどん広まっていって、うん、マキシムのホルモンバージョン、はいはいはい、シュッシュッブチンのリズムが始まるブチンのチンポコ、シュッ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 ブチーン、おめちん困ってんぞ。なおのパートのパートいいよね。おめちん困ってんぞ。いいですよね。とかがあって、はいはい、で温度、シュシュブチ温度ってのを作ったらどうかっていうのは夏の、うん、ボームドリっぽいやつ、うん、そうですね、うん、はー、よい子悪い子集まってぶち抜くチンボッコ、フローフシだよ、よよいのよい、あ、それよよいのよい、あ、よいしょ、おめちんぽ、ここ出身もおでんぞ、あ、そうだ。やべ、温度すぎた。温度すぎた。よいよいのよい。温度すぎた。やべ。一回も出身ぶちってないし。出身ぶちん、あ、それ出身ぶちん、あ、よいしょ、おめちんぽ、もうてんぞー、でてでてで、はですよね。ああ、良い子悪い子集まって、うん、何で良い子も来ると思ってた。このミュージックビデオを作ろうよという、はい、シュシュブチ温度の方がいいだろうね。マキシマムホルモンバージョンさんとかマキシマムホルモンさんがやるからやるからやんないよ。じゃあ温度でいきますか、ね、じゃあ、あのサザンの君こそスターだみたいに、あのドラパート増やすか。白い恋人たちとかもね、はい、波乗りジョニーとかもちょっとその桑田さんがこう動いていって、うん、いろいろ見てるとこう海が広がっていって、うん、テンテンテン、あ、そっからイントロなんだ。はい、はい、ドラマのパートが多くてもいい、全然いいか、確かにあるね、 PV だけ前振りがある、さっきあんまないか、ああ多分時代なのかもしれない、確かにね、すぐ
きたいからね。そうね、曲も曲を聴こうの目的になっちゃってるから。まあ逆行しよう。夏だから。なんかちょっと、シークレットベースみたいな、わかんないけど、ちょっとそれ。面とかもあってもいいよね。あ、お面。お面ね。確かにね、夏祭りっぽい。確かにね。夜遊びとか、米津さんとかなんか、やってそうだね。お面で出てくる。手遊び。うん。手遊び手遊びどころじゃないよ、ぶっちゃけ。良い子悪い子が集まるみたいなのがちょっと、うん、その子供が誘われていくみたいなのがあっていたの、俺。ああ。要は。そうね、もういいかいみたいな。はい、オープニング。うん、聞こえない。もう行くよーなんつって、うん、本当はもうみんなが行こうぜーなんて、うん、巻かれてるんだけど。はいはいはい、どこみんなどこいるの？カサカサ。え、迷っちゃった。うん、どこだと思ったらなんか奇妙だけど愉快な祭り場所に来て、うん、なんか光が見えて向こうに。行ってみようと思ったら、うん、そう怪しい記載に巻き込まれて。待ってそうだね。そうだね。良い子がある一個集まって。ああ、いいね。まず迷うが必要だね。そうだね。だそうね、迷い込んできちゃう。迷い込んで確かに普通に来れる場所ではないね。そう。これは。大きい木のさ、うん。うん。うろみたいな。ああ、な。うわ木の穴があってさ、なんだろうみたいに子供が入ってって。うん。ああ。そっちの方がいいね。うん、うん。なんか不思議な感じする。森が開けたら記載があるよりは、はい、うろを覗いて、うんうんうん。で、中で。土子少年。俺が、俺なのこれ。お前の子供使うけん、行かない。それは。確かにね。なんか実際はね、勝手にコンビニの駐車場とかでやってそうだけどね。なんか、なんか、いやいやいや。全然、場所も用意できず。よせやい。コンビニで一瞬フラッシュバックしてもいいかもね。ああ、出身部チームに、いいね、パパッと都会でこうやって、こうやってとか。それはありだね。ありだね。はいはい。コンビニフラッシュバック。うん。やってるのは何人ぐらい？なんかでも割と人数はいっていい気がするよな。まあね、うん。多い方が。うんうんうん。人数は多い方がいい。はい。多い方がいい。多い方がいいっていうのはどんぐらい？多い方。ねえ、30人ぐらい。30人多いかな。多いんだ。それはちょっとね。あ、それは多いね、30人。まあでもなんか、母神体みたいな俺はあっていい気がしたな。ちょっとなんか。ああ、何か祀ってる。うん。本当は全裸の人間が、はい、こう、宙に浮いてるのが一番いいんだけど。ああ、くくりつけられてね。なのか、まあもしかしたら本当にちょっと。あ、本当にフワーンと浮いてるか。のかな。だから山口さんが。ああ。まあ俺でもいい。宙にこう。確かにそうか、グンピーが。やめてーって。やなんだ。やなんだ、こいつは。出身ぶっちって流れたら、こう。ああってこう。一番怖いよ、それが。何だか言って。ああ、なんか、まあ、うちでの小槌みたいなイメージ。で、こう、おめでたいみたいな。うん。はぁ、あ、ーパーンみたいな。あーいいはぁ、あ、ーパーンクラッカーが鳴るみたいな演出はいい、ね。あー、なるほどね。クラッカー。うん、金銀財宝がもう。がパーンと飛び出るみたいな。そう、あー、ちばめられて金がめっぱい金が引っかかると。はいはい、面白いよ。ぶちのくちん。嫌がってる。シュッシュンブチンパーン、シュッシュンブチンパーン。めっちゃ短くない？めっちゃ短くない？このミュージックビデオめっちゃ短くない？もう終わるじゃん。もうだって終わるのやだ。違う違う、終わりだったからじゃない。終わりだったから。違う違う違う。終わりだったから。始まらなくていい。もう抜いてあと一言言ったら終わりだから。もうチンポ持ってんぞ。ペン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 。ここはなんか全員アニメが始まる前みたいな。パンパプンパプン、はぁーって、ここに朝日 2DK みたいなのがそう。制作会社が。制作会社がこう乗ってて、こう。うん、みたいな目。目が覚めるんじゃない？森の中で。ってなって、うん、あ、夢か。って思ったら、うん、手に握らされてる。あー、いいね。なんで思い出として強く生きてけんのよ、それで。いいね、目が覚めた。嫌がってるより楽しい方がいいかな、縛られて。
わーとかよりかは。あ、縛られてる人、うん、一瞬嫌がるけど、やっぱ怖い、やっぱ怖いぐらいの。あやっぱ怖い、怖い、パンでピカーンみたいな感じがするよね。あ、あ確かにね。そっか、じゃあそんなにめっちゃ恐ろしいものじゃなくて、注射とかジェットコースターぐらいの。あ、そう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 。あ、行くって言ったけど、やっぱ怖いかも。みたいな方が、あ怖い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 。パン。あ確かにそんぐらいそうね、嬉しそうだな。すっごいノリノリで。こういうのもあるんだ。そいつも言ってほしいね。そいつに追われたいね。そいつ子供がこう来て。シャッシャンガチャシャッシャッ。おむちんぽん。もうてんぞてっ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 てはぶち抜かせてあげるってことだよね、少年に。ああ、少年が抜く？ぶち抜くんじゃないかな。君やっていいよっていう感じで。ああ少年にやらせるか。それは怖いか。もう短いから1個のことしかできないから。そうか、2番とかを作んなきゃいけなくなるのか。MV のために。そうね。まあ大人編もあるんじゃない？それ過去で。そうだ。2番。成長して、はい、サラリーマンみたいになって。うん。パッポパッポああ、信号ね。信号で。あーあーこんな季節か。あー祭りね。あれあれこれ聞いた。うちの苦心ばこ。不審後ろの不審だよ。出身不審出身か。え大人になった街にそいついたらダメじゃん。でこうネクタイ脱いで。ああ出身不審出身不審ああ。おちんぽ持ってんぞーで、ちんこ最高。ちんぽぶち抜くのと、こう疲れた会社員がネクタイ外すっていうのが、実は重なってたみたいなのは、綺麗だね。すごい他人の目とか、自分の義務とかを捨て去るみたいな。すごいことを言ってたんだ。いいじゃん。君すごいわ。よく言うもんね。うん。男性の真ん中でブラブラしてるものなんですかそれ、エッチなクイズね。揃いました、だいぶ。じゃあ、なんとなくやってみますどんな流れか。もういいかーい。もういいかーい。ねえ、どこ？ねえ、みんな。ねえ。ねえ、どこ？ねえ。木の裏がある。ドンとドンとドンとドン、ドンとくドンと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 くドンドンとドンドン。ちゃんドンちゃんドン、ドンドンドドン、ドンドンドドン。はあ、良い子悪い子集まって、ぶち抜くチンボコ、フロオフシダヤ出身ぶち、あそれ出身ぶち、はいよいしょ。おめちんぽ、もうてんぞやばいこれやばいなそれはそうだよ、うん、ミュージックビデオをこうやってやったら、うん、これでやばくなるってそれはあこんなそれそうだこんなお遊戯みたいにやってたらそれはそうそうミュージックビデオだったらいい音楽なんの恥ずかしいマジで恥かかすなよマジでもうちょっと前のストーリーが多くてだろうねじゃあね曲ほとんどなくてるけど歌自体がもっとあってもいいのかもしれないしね確かにその今やっててその少年としては全く最後まで安心しなかった記載だと思ってきたやつが記載のそうだよねそうですよ安心させつもりはないからでもやっぱおいでよおいでよみたいな感じ、うん、一回はやるかスコーで、うんうん、はーはーやだんはーはーちょっとはぁ、あ、なんではぁなのだとはぁ、あ、その先進んだらまた恥ずかしいことになるうろんのあれが違うかって、うん、ここに辺にあるあれはもっと下こうで、うん、こうあれなんだろうってくみたいなこういうのがあってうんダン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 カサ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 あ、そうだねそうそう。そうだそうだ。うろんの中に小さな俺たちがいるみたいな感じだった。ああ、確かに覗いてるみたいなそ。そうだよね。うん、もっとそうか、こう中に入り込んでいく。カサカサカサ。で、行きましょう。テイク2、よーい、スタート。もういいかい。
もういいかい。みんなどこ？探すよ。いる？ふわふわさんさん、ふわ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 さんさん、カタカタ、ピチピチピチパー、タンタンティ、タンタン、ドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥドゥン、ドゥドゥドゥンドゥドゥン。ドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。はぁ、良い子悪い子集まって、ぶち抜くチンバッコ、うわほぐしだ、出身ぶちん、あそれ出身ぶちん、あよいしょおめちんぽもてんぞー。ドゥン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 。はぁ、おい何やってんだこのところでさ。え、祭りの途中だろ、祭りの途中。祭り、あ、ごめんなさい。今やるなよ、君も。もういで。あ、僕帰る。おいらのチンポ、ぶち抜いてみなよ。はぁー。よい子悪い子集まって。ぶち抜くチンポか、風呂おいしいで、出身ぶち、あ、これ出身ぶち、あ、よいしょ。おめちんぽ、もてんぞー。てん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 。行っちゃった。15年後。パッポー。はい、すいません。はい。はい、すいませんでした。じわ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 。今から、はい、伺います。はい、謝罪に。はい、失礼します。パッポー。邪魔だよお前、死ねっちゃうだろ。ごめんなさい。ブーン。ハッポー。ハッポー。ハッポー。もう、ダメだ俺。生きてらんないよ。生きてんのが辛い。ドンドン、ちゃちゃん。ドンガチャン。あぁ？ドドンガチャン。あぁ？あぁ？良い子悪い子集まって、ぶち抜くチンボコ、不老不死大出身ぶち、あそれ出身ぶち、あよいしょ、おめちんぽ、もてんぞせーの、出身ぶち、あよいしょ、出身ぶち、あよいしょ、おめちんぽ、もてんぞバズるぜバズるバズるふぅバズるバズるいやいやだっておかしいでしょ、なんでこいつにとってトラウマでしかなかったやつが辛い時にもう一回やったいいじゃん、もう一回やろう。しかも、いやだって一方向じゃなくて両サイドから来たら大人になったらまあ絵コンテだからね。もちろんそうですよ。絵コンテを漫画に載せるわけないじゃないから、もちろんそうです。こっから下にやってあれなってっていう、これをかっこよくやってる人は必要なわけだ。ああ、それは違いますからね。全然今やったのとは舐めないでくれ。初心者本当にもう叩かれた全然。俺が歌手か。まあそうだね。そうだね。私は歌手だよ。で、うんうん、まあダンサーっていうか、そのね、まあ、あの香水でいうところの香水って何もなくてよかったじゃないですか。一回それみたいやってみます。ああ、別にそれだけ収集ぶち、確かに。はー、良い子悪い子集まって、ぶち抜くチンボコ、フロホフシだよ、出身ぶちん、あ、それ出身ぶちん、あ、よいしょ、おめちんぽ、もてんぞー。話が違うじゃない。話が違う。もう良くなるって聞いてたのに。紅白出てんだよ。手遊びで。そう。去年の
夜遊びよかったじゃん。あーすごかったよ、アイドルみんな集合して。あそうだ、うん、みんな集合してもいいんだ、うん、誰よみんなって手遊びのシュシュ口のみんなって誰だよ。なんかこの地形でみんなやってたやつとか全員呼びたいんですよ。出てきて一等最高戦テロップが出るね、紅白だったら。まあでも子供時代なしのサラリーマンでしょぼくれてる時にドーンって解放して、うん、いやーって なるとはいいかもしれない。なるほどね。少年時代は必要。まあ、フラッシュバック程度でいいかも。あそういえば、あの祭りにいたな、ぐらいの、その説明もいらない。あの祭りの記載がフラッシュバックするでいいかも。はい。でも、始まりからサラリーマン。子供が背中で呆然としてて、そこから撮ってる。この坊主と、背中呆然としてお祭り。監督が。監督がすごい。ね、天才監督が。最後、やっぱこう。担ぎたいんだよな。ああ、そうね。町田担ごうとして。そう、こう、こう。そうね。片足だけ上げられてた、最後。出春ぶち。あ、だから、ちょっとやってみて。はい。出春ぶち。あ、それ、出春ぶち。あ、よいしょ。おぶちぽ、もうてんぞー。てってってってて、はぁ。人に書かせていいはずじゃないか。こんな。行くぞ、大変なんとかね。これやっていきましょう。日本明るくなるんじゃないですか。あ、日本明るくなるんじゃないか。今俺、矢島美容室みたいな存在がいないなと思って。確かに。そうでしょ。周知心とか、ね、そういう番組初の音楽ユニット。昔からね、あるから。バキドチャンネルは手遊びを、じゃあ、お抱えの。それをずっと言ってたんだよ。他人が言ったら、あ、やった、自分は弾けるみたいな。すごい、なんかね、お金の、また、いや、そうなんだよ。そうなんだよ。金儲けしよう。もうわかるか。走りやすすぎるだろ。島田だよ。いっぱいね、作ってたよ、俺たちと違う、明る、日本明るくさせたいっていうのをやってんのに、なんか金儲けで。金儲けで。歌詞ってことおかしい。儲かるから。歌詞は島田が好きだろ、お前。お前なんか歌詞は島田が作ったワンピースの歌をまだ歌えんの。ね、風を感じよう、風を感じるんだ。なんで耐えるんだ、それ。それすぐ耐えるんだよ、それ。怖いんだよ。まあでもちょっとまあ、探っていこう。うん。この方向性で。PV はいくら作ってもいいから。そんなことある？ 1 個でいいでしょ。ミュージックビデオはいくら作ってもいい、正直。うん。新宿で撮りたいな。新宿のあの、ああ、交差点の。新宿駅のところで。でっかい子さんでピッポールとか撮って。はいはいはい。裸の男なんてどこで撮れるの？裸の男が交差点走り回ってた。黒バックみたいにしたらいいんじゃない？そしたら来たら。ダーベンバックで。そうそうそう。モテキみたいなさ。そう、モテキのイメージ。あ、みこしのね。うん。月を抱いて、月を抱いてを、確かにやりたい気持ちはある。うん。俺たちは常に。うん。おい、自分の夢を鼻で笑うなよ。一人嘘しごきね、しごき、モテキみたいな。確かにしごきみたいなのやってもいいかもね。あドラマか、ドラマか、あ、うん、ドラマか、愛だな、ミュージックドラマ。あ、確かにたまにあるもんね、その意図とか曲がお話になりましたね。そう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 、366日とか。あらあら、嬉しいもんね、うん、ドラマにしてもいいんだよ。シュシュブチを実は元にした話してどこな。いや、わかる。もう僕は、うん、視聴者として楽しむけど。主演でしょ。主演です。誠に遺憾です。さあ、ちょっと終わりたいな。僕もです。ジングルだね。そうだ。歌って終わるか、それ最後。ああ。3人で。はい。良い子悪い子集まって。フジクチンボコ、フロフシだよ、シュシュンブチン、あよいしょ、シュシュンブチン、あよいしょ、おぶちんぽ、モテンゾー。バイトただ最終回だから。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。